もし運命が悲しい結末を迎えると知っていたとして、あなたは抗うことを選ぶの？数千年前、ヤマタノオロチの率いる七悪人に支配され、世界は罪と災禍で溢れていた。邪神を打つべく、高天原が一柱の神を地上へ遣わした。彼は何を求めて戦っていたのだろう。勝利、暴力、手ごわい敵。それとも生きる意味を死の中に求めていたの？かつてたった一人で七悪人たちをほふった冷酷非情な処刑者、彼の名はスサノオ。邪神は罪深く、あまりに許しない。刑を執行しなさい。誰もが邪神の敗北を信じて疑わなかった。その隙を突き、邪神は高天の原に甚大な打撃を与えた。神々が窮地に立たされる中、それに対抗できるのは彼だけだった。運命の結末は千年前、すでに決まっていた。あなたが神話に聞いた処刑者、どうしてそんなに若く見えるの？高天ヶ原の神だからな。若く見えるだけだ。人間で言えば俺は君の父親くらいの年齢だろう。俺の名はスサノオ。俺がここへ来たのはあのヤマタノオロチを撃つためだ。ただその前に君を安全な場所まで送り届けると約束しよう。傷がもう痛くない。この男には気をつけた方がいいぞ。人を平気で殺す恐ろしい悪人だからね。おい、何をする気だ。まったく油断も隙もない。ソリー、私を殺したはずだ。ああ、分かった。これで勘弁してくれ。長い間魚をもらっておらん。食べ物の用意は主の仕事ではないか。あともう少しだ。闇夜のうちに行くぞ。私はカグラ、邪神を封印する役目を担う源家の巫女。邪神の封印か。なら俺と同じだ。でも彼は知らない。私が邪神への生贄として生を受けたことを。ヤマタノオロチは強大な霊力を持つ私を恐れていた。だから私を捕らえようとした。その時、この高天ヶ原の処刑者に助けられた。スサノオ。でもヤマタノオロチは諦めなかった。私たちに蛇の使い魔を仕向けた。確かひどいけど。そう、今まあ、遅くなった。すまない。どうしてだろう。とても長い年月、誰かを待ち続けていたような、そんな悲しみが胸にこみ上げてきた。遅くなったすまない。カグラ舞の奉納、見に来てくださいますか？そのカグラ鈴はお前には似合わない。お父様は一度だって私を励ましてはくれなかった。カグラ、その日はお前を迎えに行く。本当ですか？お父様の嘘つき、どうして来てくれないの？
ピコのお姉ちゃんが言ってた。見つけ者の私は家族にはもう会えないんだって。お父さん案ずるな、もうすぐで着く。ヤマタノオロチ、カグラを離せ。スサノオよ、娘に力を分け与えたのか。不完全なままで私に勝てるとでも。その子を離せと言っている。目を覚ませ、カグラ。お父様は約束を守ろうとして私のために。カグラ、カグラ、カグラ。大丈夫だ。お父様、ありがとう。スサノオ様、スサノオ様、どうしたの。スサノオ、小娘一人が自らを犠牲にするとは。なら、お前の体をいただかなくなるな。スサノオ様、やめて。聞け、俺から離れて身を守れ。スサノオ様、スサノオ様。スサノオ、私のものになる。食われるのはどっちだろうな。Thank you.
ぜそこまでするのだ。俺は彼らを、この世界を愛してる。だから守り抜く。最後の一瞬まで。スサノオ様、これがあなたの未来です。審判の間で。あなたはヤマタノオロチの封印を果たすでしょう。でもその代わりあなたは命を失います。にもかかわらずその千年後、封印を破ったヤマタノオロチによって世界を滅びることになります。案ずるな。俺はこれより千年後の未来にヤマタノオロチの討伐に向かう。そして高浜ヶ原に戻って審判を遂げ、その後命を果てよう。もう大丈夫だ。カグラ、記憶を見たんだな。さすがヤマタノオロチが恐れる巫女だ。大したものだ。あなたを待つ結末が変えられなくても戦うの？ああ、君たちが迎える結末を変えられない。生きるとは悲しい結末を知ってなお運命に抗い続けること。スサノオ、彼こそが真の守護者。